させるかー。これは。監督生君とムッシュがガラスに覆われている。いや違う、これは強力な魔法障壁を用いた結界か。2人ともビームの衝撃などまるで届いていないかのように深い眠りについている。エペル君、君がやったんだね。メアペイユ。俺か。そうとも、私にこんなことはできない。大丈夫、落ち着いて呼吸を整えて集中するんだ。君の内なる声に耳を澄ませてごらん。頭に浮かんだ呪文を唇にそっと乗せてみて。さあ、目を閉じて息を止めてスリープキス。さあ、俺のユニーク魔法だ。ブラボー、愛しのヒメリンゴ。感謝と称賛の抱擁を。ルークさん、苦しいです。おっと、すまない。感情が高ぶってつい力が入りすぎてしまった。ありがとうございます。まだこの魔法をしっかり掴みきれてないけど、魔法で作った結界の中に相手を閉じ込めると一時的に相手の活動を止めることができるみたい。オンボロ寮でエース君やデュース君が襲われるところを見てたせいかな。とっさにみんなを守らなきゃって思って。